モンテネグロ航空は、モンテネグロの航空会社である。モンテネグロの首都ポドゴリツァにある、ポドゴリツァ空港をハブとする。モンテネグロのフラッグキャリアであり、主にヨーロッパに、定期便を飛ばしている。モンテネグロ国内には、ポドゴリツァと、ディバトの2都市に空港があるが、両空港は8 0トルしか、離れておらず、定期便が就航していないため、 現在のモンテネグロ航空の運航路線はすべて国際線となっている。航空券の座席予約システムはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。ボーイング737から500モンテネグロ航空は1994年10月に当時ユーゴスラビアの一部であったモンテネグロ共和国政府によって設立された。 しかし最初の商用機であるフォッカー F28 型機の購入は1996年秋までずれ込み、1997年5月にポドゴリツァ・バーリ線が開設されたことにより設立から3年弱で、ようやく運行開始となった。設立されてからしばらくは EU によって乗り入れ禁止航空会社に指定されていたものの1999年10月には解除されて、 年末にフランクフルト線を開設したのを皮切りにチューリーヒルブリャナスコピエイスタンブールブダペストと主に東欧の主要都市へと路線を広げていった2000年6月には国際航空運送協会に加盟しているフォッカー100その後モンテネグロ航空は2003年6月までにフォッカー100型機を4機購入した他航空券の発見システムに アマデウス CRS を導入することで会社の規模を拡張し2004年6月には設立以来の総旅客運行が100万人を突破し同年だけで37万人を記録その3年後には200万人を超えるなど急成長を見せたしかし2006年のモンテネグロの独立宣言によりセルビアが外国となりまたセルビア政府が 保護主義的な政策を展開したために、モンテネグロに、本拠地を置く。モンテネグロ航空は、日出中立費などのドルバコ路線の一部を閉鎖せざるを得なくなった。これに対しモンテネグロ航空はセルビアに、マスターエアウェイズという別の航空会社を設立し、運航の継続を図ろうとしたが、これも認可されなかった。エンブラエルアージ195-2007年6月には、 ネットワーク拡大のために、エンブラエル195型機を8年契約で2機リースし、最初に1機が納入された後に新たに、ロンドン、ガドウィックセントとミラノ線を開設した。2008年9月にはさらに1機のエンブラエル195型機を、もう1機のオプション付きで31万 US ドルで購入しさらなるネットワークの拡大を進めている。 これにより今後は、フォッカー100型機4機と、納入済みのエンブラエル195型機1機に、未納入のリース機、購入機、オプション機を加えた、エンブラエル195型機4機による運航が行われるものと思われる。現在モンテネグロ航空は民営化に向けて動いており、モンテネグロ政府は、最終的に保有するすべての株式を売却する、方針である。 モンテネグロ航空のフォッカー100型機、このほかドリア航空、オーストリア航空、マレーブ・ハンガリー航空とのコードシェア便も運航している。ありがとうございます。